のウイスキーメーカーでなかなか出ないんですよ。背筋の伸びたピンとした苦味、知らず知らずのうちに認識しながら飲んでる、初めこんだけこう迫力あるんだけど、あとすぐなくなってしまうみたいな。ザ・スコッチモルトウイスキーソサエティ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは、司会の橋本です。本日はですね、4月に発売されます3アイテムをソサエティのオブザーバーでございます細井健二さんと一緒にオフィスいたします。細井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、4月のアイテムなんですが、その前に、今日も、画廊からちょっとお届けいただけるということで、はい、まずはあの今日の一枚をちょっと教えていただきたいなと。そうですね、これもね、古いんですよ、先月に続いて、はい、これも25、6年経ってるとは思うんですけど、ストーンヘンジ、はい、ストーンヘンジ、あれをね、イメージして描いたんですよ。これ、これ輪っかがこう、つながってるんですよ、石のね。で、いわゆるそのベースっていうか、その、まあ、墓場みたいな、はい、っていうのがあるんですけど、一つね、聞いた話が面白くって、はい、絵に描いたんです。それは、1年に一度、この夜中に月がこの一番奥の石の上に差し掛かった時に、ほうほうほう、何時か知らないけど差し掛かった時に蜃気楼が発生して、はい、この月の光が石に乗り移るんだというね。へー、これはロマンチックやなと思って。いいですね。ああ、それで描いたんです。ロマンチックですね。それちなみにスコットランドのストーンヘッジのどことかっていうのはまあわかんミステリアス。それはわかんない。うん、スコットランドかイングランドかもちょっとよくわかんないけど、うん、そういうエピソードをちょっと聞いたことがあったんだけどね。じゃあここから見えるその赤く描いてるのがその反射してる。そうそう、反射。多分石がこう光でこう温められるわけないけども、それで光が屈折して石の上に月が映るみたいな。うんうんうん、いいですね。それ見ながら酒飲みたいですね。ということで、まあ、スコットランド、イングランドにも文化にも、ね、興味がある方は、ぜひ、なんか、小林さんにお会いしたときにもいろいろ聞いたら、いろいろと出てくると思いますね。この時間ではでも収まらないと思うんですけど、お伝えしたいなというふうに思います。一粒113番ですね、113と47。2009年、上流の12年熟成の 65.9% ファーストフィルのバーボンバレルになります。ピクニックに行きましょう、ピクニックに行くというタイトルで、テイスティングノートはリンゴの種、バラの剪定、甘さのある土のトーン、ニュアンス、リネン、砕いたオートケーキ、甘い大麦のエキスが続く、加水するとパイナップル、煮たお菓子、バナナプレート、モルトローフ、茎生姜のクラシックな香り、味わい、ポロのミント味の爽やかな差が広がり、続いてジェリービーンズ、甘い肝臓、チョコレートライムのような典型的なお菓子、グースベリーの酸味とスパイシーなシナモンが現れます。加水するとバターのようなコク、フレッシュハーブ、アマレッティビスケット、イラクサ、レモンの咳止めが香りが続きますというところで、まあ、オフィシャルもリリース少ないですし、まあ、ボドラーズもちょこちょことは出てきている形で、少しまあ、ソサエティとしてもリリースが少ない。上流所が一つかなというふうには思うんですけども、それその印象はいかがでございますでしょうか。うん、そうですね。まあ、それ突破ずれたウイスキーではないんですけど、トップに来るのがですね、ちょっとその、これやっぱりどう表現したらいいのか僕もちょっと困るんです。やっぱりスコッチウイスキーによくあるタイプの、まあ、はい、青い感じですね。青い、まあ、僕の青いってどういうのか言ったら、まあ、ウリ系のこう未熟な果実のとか、はいはい、ゴーヤとか、グーズベリーなんていう表現もありましたけど、はい、まあ、そういうキウイとかサルナシみたいな、そういうものの青い時の持ってるようなニュートラルな青さ、テルペンっていう成分がその香りを表現するんですけどね、はい、でこれは割とスコッチ特有にトップにふーっとくるような気がしますね。甘さを伴わないニュートラルなグリーンか。そんなにじゃあ 甘みみたいなものは乗っかってきてない、うん、結構ハーブの、ね、ハーブ感じとか。甘いって感じだね。
でその香りが来たその裏にあのリコリス、肝臓のような、はい、土臭いハーバルな香りが来てます。なんかちょっとそのボトルを飲んでないですけど、近いコードのあのこのコードを飲んだんですけど、傾向としては似てるなって感じであって、その青いウリっぽい感じとか、あとその茎っぽい感じ、うん、なんかすごいその、まあ、傾向として多分そういう作り方をしているのかなというふうには思うんですけど、うん、でどっからこんな香り出るんかなっていう、あの日本のウイスキーメーカーでなかなかこういうふうに出ないんですよね。原料のあのモルトのね、やっぱり製造してからの、はい、あの時間的なもんであるとか、はい、何が気にしてるのかちょっと僕もあんまり突っ込めないんですけど、はい、何かありますね、こういうのはね。まあシーバスの基本的にはメイン原酒という形で、なかなかねあまり情報としても入ってこない蒸留所ではあるんですけど、うん、まあ曽根さんおっしゃったその、僕もそうですよ、結構このジャパニーズウイスキーにはないですよね、このハーブだったりこう茎っぽいリキュールっぽい感じ、これがねなかなかジャパニーズなかなかないんですね。ないですよね、うんうんうん、スコッチっぽいなっていう感じで、これある時ね、あのビールの作りもちょっとだいぶ研究したことあったんですけど、はい、あの時もね同じこと感じて、例えばそのヨーロッパのビール、あのまあいわゆるまあそのあの地ビールみたいな、うん、日本の大手のビールと比べると、はい、やっぱりその日本のビールってまあ副原料いっぱい他の麦芽以外のも入ってますけど、うん、こうクッとこうもあの閉じちゃってるんですよね。でこう青い感じっていうのが全然ないっていうのはね、確かにそうですね、本当に、うん、それはなんだろう、やっぱり製麦してからのその時間の問題とか、ひょっとしたらその、うん、あのなんかピートみたいなあのヘザーなんかのフレーバーが入ってるとか、全然わかんないんです、ここは。わ、うん、まあ、からない、それ3人もわからないことがあると。うん、もうちょっとその研究するその時間が必要です。時間が必要、たまにこういうちょっとこう売りっぽい感じスコッチってありますよね、飲んでる。ある、うん、あります。何なんですかねあれ、だからすごい不思議で、うん、なんかアイリッシュとはまた違った感じのフレーバーだなと思って。そう、アイリッシュにはないですね。あんま感じたことないですよね。アイリッシュ、やっぱりそう穀物いろいろその複合してね根性してるアイリッシュではない感じ。フォルティングの何かがあるのかもしれないね。である時その、あのモンスターっていうか、その製麦屋さんに話を聞くに、やっぱり製麦メーカーごとに香りが違うんだよっていうのは、どうもその大量に水を使いますらしいんですけど、その時にあのモンスター固有の微生物群がその水に含んでて、でそれがその香りをあの変異をさせてる。でそれをもうすぐに使うからこういうフレーバーになって、日本に入ってきてからだとやっぱりそこはちょっとおとなしくなってるんじゃないかなっていうのが、ちょっと僕はあの推理するところです。そういったちょっと細江さんの推理も読み解きながら研究課題としてぜひ一本ですね、皆様テイスティングしてみてもいいのかなと思います。ちょっと私もこれ実は飲んでみたいなと思ってて、なかなかちょっとこのね、なかなかこういう機会がないと、このスコッチのこういうフレーバーってなかなか飲むときもないと思うので、ちょっと一回試してみて。あとねもう一つね、あのこのお酒は今の香りはまあ置いといて、あの後というかまあ継続して感じるのは少し溶媒的なんですね。でそれがどこに起因してるかっていうのはよくわからないです。でこの表現の中に、あの、はい、テイスティングコメントの表現の中に、アマレットのビスケットとかいうの出てきてますけど、はい、アマレットなんていうのもそのすごいテンションの高いバーッと甘い香りがある、なんとなくその溶媒的なんですよ。ほんとさ、溶媒的ってもうちょっと砕いていただけると、なんかこう溶媒っていうのはなんか水に溶けてるみたいなイメージじゃないですか。シンナーみたいな。
シンナー、そうですよね。あんまいい表現じゃねえな、みたいな。いい表現しようと思うと、やっぱり鼻用ですね。あ、鼻用。いい表現ですね。うん、鼻の。いや、確かにね、この蒸留所全体的に感じるんですよ、この倍感。ああ。まあ、どれもギターかすく飲んでますけど。ああ。なんでかなって感じするんですけど。うん。まあ、そういうふうに作ってるんでしょうね、また。そうですね。共通にあるとしたら何かがあるんでしょうね。ということで、花用という形で、まあ、なかなかスコッチらしい、なしスコッチっぽい感じだではない、スコッチっぽい感じのジャパニーズとかにはない傾向の味わい。うん、そうですね。次が 80.27。これもなかなかリリースないのでですね、すごく一部のメンバーには大好きな蒸留所なんですけども、うん、コアな蒸留所ではございますが、ファーストフィルのホグスヘッドですね、今度は。2012年蒸留の9年熟成 58.6、ボトルタイトルが、金峰毛のサバイオン。サバイオンっていうのは卵黄を使用したムース状の、ソースで、もともとカクテルですね。卵黄と白砂糖と白ワインを混ぜてカクテルのことをサバイオンって言ってたみたいですね。うん、です。テイスティングコメントを軽く申し上げると、フローラルでフローティーな香り、ガーデンセンターのケープグースベリー、金峰毛のサバイオンを連想させる。口に含むとジューシーで甘く、フルーティーでピリッとした味わい。蜂蜜とゴールデンシロップ、レモンド、ドズリルケーキ、缶詰のフルーツカクテル、ブラッドオレンジ、マーマレード、ブランデースナップなどを感じます。スイカグラと野草の草原、シャーベット状のレモン、タバコと新しいレザーサンダルをほのかに感じます。口を含むとライムのパスティーユ、ジェリービーンズ、ジャムスポンジ、レモンとケシの実のマフィン。お菓子のような甘さでワックス状の口当たりと胡椒、ペパーミント、シナモン、カルダモンなどの新しいビニッシュが続いていきます。ということで、まあ、いろいろフレーバーはの表現は出てきてるかなとは思うんですが、なかなかちょっと私もこの蒸留所の経験値がほとんどいらない状態で、ちょっと生産に教えていただきたいなという感じでございます。はい、これね、まあ、トップのね、やっぱりちょっとテルペンのニュートラルな青さみたいなのは、ある程度共通項があるな、スコッチトップ、はい、うん、それを感じます。で その次に、さっきはその、まあ、リコリス、肝臓の土臭いハーバルってありましたけど、はい、似てるんですよね、やっぱり、粉っぽい、いや、粉薬っぽい感じ、個体差とかね、そういう薬草的な、あるいは根っこ、高麗人参みたいな、うんうんうん、そういうハーバルが、青い果実感とともにあると。でその後にですね、やっぱりこう飲んでみると、はい、やっぱり味がね、やや苦味がしとるんですよ。あ、そうですか。うん、へえ、面白いですね。苦味がしとるんです、これ。やや。なんやや。うん、やや。うん、でなんか理由としてはどんな感じなの？なんで苦くなって？理由はね、ずっとこれ、まあ、分析しない、危機分析しないと本当のところは分からないかもしれない。あ、はい、はい。ひょっとしたら、この、ホップ用のニュアンスかなっていうふうに思ったりですね。で、うん、すごくね、これって、こういうこうに、ピーンとこう芯が張ったような、背筋が伸びたような、はい、そうやって昔のスコッチの、らしさの一つのタイプなんですよね。うんうんうん、で僕はすごくそれ昔から思ってて、でそれ一体どこから来てるのか分からなかったんだけど、はい、こうやって見てみると、もしホップだとしたらどこから来てるの、それは、うん、発酵させる酵母をブリュワーズイーストっていうのを、つまりエール酵母 の、 はい、ステル酵母をね圧搾して、それで蒸留所で使ってるところがあるんですけど、昔はそれ全部使ってる、どこの蒸留所も使ってたんだけど、その酵母の中にホップのカスがね、結構入ってきてるんです。
で、それを、その酵母をある程度大量に使用する、そのスコッチウイスキー作りであれば、このフレーバーが出てきてもおかしくないな。なるほど。うん。で、実際、かつてその分析して、見てみると、やっぱり、結構、その酵母の中、ブルワーズイーストっていう、その、はい、エールの配酵母の中には、結構入ってるっていうのが、昔はありました。あったと。うん。なるほど。そして、そういうところに、少し、こう、ヒントというか、ニュアンスが入ってきて、それが、かつてのスコッチ の, 背筋の伸びたピンとしたその苦みみたいな、うん、そういうものなのかなという気も、これはまあ推理ですけどね。はいはい、ありました。うん、面白いな。まあもともとジャスティニアのブルックさんは多分 JB の、うん、ボルト原種なので、まあ、JB も昔の JB のもやっぱピンと背筋が伸ばってるスコッチだったなっていうのが今は、うん、小杉さんの話で聞いてて、そうそうそう、まあ、あとちょっと粉っぽいかったりちょっと古臭い感じがある、そうそうそう、だからそういう良くも悪くもなんとなくこうというふうなこうヒントっていうのはそのかすかな香りっていうんだけど、はい、そういうのがあって、うーん、それをこうなんか知らず知らずのうちに認識しながら飲んでるのが面白いんですよね、みたいな。でこうジャパニーズになっちゃうとそういうこう細かなヒントっていうのはもうなんか後半戦のところでしかないような感じ。はいはいはい、うん、そういう意味で言うとすごくそのイマジネーションが湧く、いろいろ想像ができる、うん、タスクかなというところでございますでしょうか。で、あともう一つはね、やっぱりさっきの1本目のやつはあんまりその乳酸菌の関与していない綺麗な発酵してました。だからそのいろんな香りがそのままそのまま存在してた。でこれに関してはやっぱりね、少し乳酸エチルみたいなこう乳な感じを後味に感じるあたりがあって、で香りがねやっぱりね弱く滑らかになってるんだよね。でこれはもう乳酸菌が発生して pH が下がって蒸留したものなんだろうなという気がしますね。なるほど、面白いな。ちょっとまたじゃあ一番最初だとはまた毛色は違うとか傾向は似てるんですけど、そうそうそう、うん、ちょっと弱く滑らかになってきてるなみたいな。こうヒューとね、ヒューっと、うん、なってきているというところで、まあ、ちょっと変化は2つとも違いますよというところかなと。うん、なるほど、まあ、ちょっと大きく違う、まあ、最後のアフターのフレーバーの違いとかは違うと思いますので、ぜひ、細江さんのご意見もご参考にいただきたいなと思います。はい、じゃあ最後ですね。また、135.35、2008年上流の12年熟成 54.5、9年間バーボンダルで熟成した後にヘビリーチャーしたシンダルのホグスヘッドに入れ替えてますと。なので、まあ、3年間はヘビリーチャーのシンダルに入れてますと、うん、素敵なものということで書いてあるので、テイスティングノートがスルタナ、イチジク、マーマレード、デメララ、マジパン、ラム酒風味のチョコ、磨かれたパテ、割れた丸太、複雑な香りが混じり合う、口に含むとチョコ、アイスロースティック、大麦とスパイスチェリー、アニスのゴブストッパー、5種類のスパイスのローストポーク、コーヒー豆、カルドモン、最後にカレーと。香りは弱まっていき、アイスクリーム、メープルシロップ、ワッフルがアーティストのアトリエ、あるいは薬屋さんのように感じました。なかなか詩的な表現ですね。ね、うん、まあ、ヘビリーチャーしたシンダルに移し替えたので、まあ、これがどう出るのかというところも含めてちょっと最後教えていただきたいなと思います。ちゃんとシンダル香出てて、はい、まあ、よく焼かれているので生ぎ臭はない、うん、3年だからそのシンダルのえぐみとかいうのも、はい、そんなに出てきてない、まあ、うまい作りかもしれないですね、これは。うーん、うん、そうですね。で、そさっき、どうですか、
うん、ここには。うん、あのね、これね、割ってみるとすごくよくわかるんだけど、リンゴの皮のような感じ。はい、それはシンダルとエステル感がマッチングしたときに特有にできるハーモニーなんですよ。シンダルと。シンダルと、それから原種の持ってるエステル感。あ、エステルですね。はい。これがこう、マッチングしたときに、はい。できるハーモニーなんですよ。これはね、実は、日課の洋一がこれを作ったんです、はい、このハーモニー。へぇー。あ、かつてね、金賞取った時の日課の洋一の、シングルの時には、要は、あの時初めて日課はシンダルを使って、それですごく SL の高い原種とドッキングさせたので、この新しいハーモニーが生まれて、それは高評価になったんですよ。はあ、なるほど。それに、それを彷彿とするような、リンゴの皮のようなみたいなね、そういうニュアンスありますね。なんで、まあ、バーボンもまあ、あるんですけど、シンダルに基本の保存のことを従事されてて、ちょっとお聞きしたんですけど、シンダルに入れ替えちゃおうって思うときってどういうときなんですか？いや、基本、その、かつてのスコッチっていうのは、はい、シンダルは、使用しなかったんですね。すべて、要はバーボンであるとか、シェリーダルであるとか、前の、酒で洗い落として、樽からの、余計なフレーバーを出てくる人に来てもらうと困るというのがスコッチの作り方なんですね。はい、でそこに新しくシンダルを導入したのは日課なんですね。あと日課さんが最初だったんですね。そう、うん、そこからその樽使いが世界的にいろんな樽使ったら面白いよっていうふうにどんどん今変態してきてるんですけど、日課の誘致が初めてやったんですね。で、その時ね、その佐藤モセさんっていうはい、それないというね、基本そのシンダルに入れるということはものすごくリスクが大きいわけですよ、うんうん、その生ぎ臭であるとか渋みがすごく出やすいから樽の成分として、でそれを10年もちょうどしたら多分もうダメなんでしょうと思ってたところが、蓋を開けてみたらすごい高評価の酒ができたんですよね。なぜかというと、その大元の原種がそのエステルがものすごくリッチで、うんうん、に負けない。負けない。負けない。うん、ここ。うん、これが、うん、でそれとその北の大地ですので育ててるから、熟成が緩やか。はい、はい。たまたまうまいこと言った。まあ、たまたまなのか出会ったのか僕には分かりませんか。小林さんがたまたま言うんだったら、たまたまわーって思いますけど。失礼しました。うん。けど、それ北海道だからですよね。例えばこれ、本当に九州とか沖縄とか行っちゃったら、それこそ蒸発してシンダルがもうだいぶ入っちゃって、もうバリバリになっちゃうと思うし、うん。じゃあバランス悪いと思います。バランスが悪くなっちゃいますし。うん。多分その10年も持てないだろうし、多分1、2年したらすごくこう過熟しちゃうかもしれないしって考えると、まあまあ、日課さんだからできたというか、自信があったから多分やったのかなというようなことも考えられるのかなと。それでまあスコッチもそれでどんどんまあやり始めた。そう、こういうふうなことをトライし始めてるんですよね。うん、今までのスコッチは、樽に依存しないよ、その原種 の, その個性だけで勝負できるよ、それがスコッチの、はい、本来の姿で。だけどそれプラスアルファ、やっぱりもう少し色気出して、その、あるのね、っていうふうに変わってきてるっていうんですよね。確かに、ソサイエティにのみに限らず、結構今、大手さんを含めて、いろんなフィニッシングが増えてきているの で、ね、なんか、ますますちょっと今後も増えてきそうな、うん、そうですね、気配がします。うん、ということは、まあ、そういった意味ではある程度原種のそのしっかりとしたエステルだったりとかっていうところでしっかりとした種質を作っていけば、うん、シンダルにも負けずに、そう、うんうん、リンゴの皮っておっしゃっていただきましたけども、まあ、そのフレーバーとしても新しいものを目指していけるしっていうところですね。そうですね。で、まあ、まあ、上手に作ってると思うんですけど、この原種は
っぱりね、飲んだ時に後味ね、にちょっとクリーシブみたいなのを感じて、はい、わずかにですけどね。で、それっていうのは多分発酵のキレが悪いだろうなっていうのが、発酵中に、その、まあ、始めだろうかな、やっぱり乳酸菌がちょっとね、出てる。いる。うん、いる。で、それが理由で、はい、さっきからいろいろ言うけど、pH と pH が下がってる上流のような気がするね。うんうんうん。で、だから、シンダルコウもあるし、エステル感もあるけど、なんか後味が、その、飲んだ後味の、メリハリがね、弱いの。うんうん。締めの迫力は強いけど、後がメリハリ弱くて、それでこう、フラットになってるんですよね。うんうんうん。でこれはおそらくその発酵中の乳酸菌の挙動があって pH が下がったためにそれで蒸留してるから、まあ、何回もこういうこの話しましたけど、そのいわゆるそのフックの効くあの穀物的なフレーバーっていうのはなくなっていくと、うん、それでこうフラットになってる、うんうん、後味がスッとなくなってしまう、初めこんだけこう迫力あるんだけど後スッとなくなってしまうみたいな感じの、そこが多分その日課の陽一との大きな違いのような気がする。日課の陽一は初めリンゴの皮のフレーバーみたいなところに入り口は同じぐらい のパワーあるんだけど、あともずっと余韻が続く。確かにそうですね、うん、でこれはふわっとフラットになくなってる、まあ、どっちがええとか悪いとかいう話じゃない、はいはい、うん、そういうふうに推理ができる。面白いですね。その乳酸菌がその部分でこうも味が変わるかっていうのは、まあ、陽一飲まれてる方にとってみても、飲み比べてもいいかもしれないですね。あ、これで、これ違うんだなっていうのが分かりますね。そうそうそう。アタック、最初のアタックと同じでもこう、そうそうそう。飛距離が違うというか、味の飛距離が変わってくるというか。次のジャンプで、飛型点、遠くまで飛ぶか、近くで落ちるか。ちょっとヒューと落ちるかっていうので。まあ、個性ですからね、それもね。そう。うん、うん。ぜひちょっと飲み比べていただきたいですね。はい。ということで、細田さん、今回も3アイテムテイスティングいただきましたけれども、うん、まあ、なかなかちょっと4月発売分はマイナーな蒸留所な分、細田さんからのコメントいただいて助かりました。どうしようかと思ってたので。また懲りずにちょっと来月もう一つ。はい、よろしくお願いできればなと思います。はい、で、こちらで、YouTube の方を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。